はい、皆さんこんばんは、洗面器です。今日もね、晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はね、カツオのたたき買ってきました。いつもね、カツオのたたきの切り落としが多いんですけどもね、カツオのたたきが安かったんで、で、まあ他の方のね、晩酌動画見てて、あのカツオのたたき食べてらっしゃる方いたんでね、それもね、美味しそうだなと思って、それもあってね、カツオのたたきにしました。で、カツオのたたきが今日ね、ちょっと量が多いんで、もう一品のおつまみはところてん用意しました。ね、もうだんだんね、青森の方も気温がね、少しずつ上がってきてるんで、まあたまに食べるのもいいかなと思って、今日はこういう形で晩酌やっていきたいと思います。では飲み物はいつものシュワシュワ、朝日さんの、ドライゼロね、このシュワシュワでスタートしていきたいと思います。よいしょ。で、焼酎がね、ちょっと重いんで気をつけてね。大五郎ね、大五郎、まだこれ手つけてないんですけどもね、こっちの大五郎は。よいしょ。で、別のね、大五郎のやつをこれにね、小分けにして冷蔵庫で冷やして持ってきました。これを焼酎をね、このシュワシュワに入れてね、ノンアルに入れて、で、軽くかき混ぜて、これでいただきたいと思います。今日のシュワシュワはこんな感じですね。ピントが合ってるのかな、どうかなね、こんな感じですね、今日は。じゃあ今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。じゃあお先に失礼して、ね、いただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯、いただきます。うん、美味しい。そういえばあれ、あの朝日さんのあのジョッキ缶っていうんでしたっけ、あの泡がボワーって出てくるやつ、あれっていつから再販なんですかね。もうずっと待ってるんですけどもね、まだ私買いそびれてね、飲んでないんで、コンビニさんで先行発売してね、もうすごい人気になっちゃって、なんか生産が追いつかない。あれ缶が特殊なんでしょうね、あれきっと缶の生産が追いつかないんでしょうね。なんで一時期ね、販売休止になってね、あれいつ再開なんですかね。早く飲みたいですけどもね。まあそれはいいですけども。ではね、早速カツオのたたきからね、いただいていきたいと思います。ではまずね、1品目のカツオのたたきですね。これはね、こんなんでしたね。お買い得の1品、カツオたたき解凍刺身用、静岡県産ですね。これで、一作、内容量 230g で税込み343円ですね。これ全部で343円ですね。わあ、ピントが合ってない。安いっすよね。あ、安いなーと思ってね、買ってきました。こんだけありますからね。こういう感じで。ピント合ってますね。カツオのたたき、静岡県産ですよ。ほら、こういう感じでね、すごいね、ボリュームあって安いなと思って。では早速いただきます。どうしよう、ちょっと下からね、薬味のおネギを出して取ってね。で、これだし醤油ね、だし醤油ですね。だし醤油が入ってます。ああ、これも厚みに切ったんでね、ほら 1.5 センチぐらいの厚みに切りました。こんなのね、ほら、こんな厚く、本当はまあ自分で切るんで2センチぐらいの厚さにしてやろうかと思ったんですけどもね、さすがに2センチだと厚すぎるなと思って、やりすぎだなと思ってね、1.5 センチぐらいの厚みにしたんですけどね。こうですね。うら。
薬味のネギ、あ、これ このこっちの乗ってる方はね、あのニンニクと生姜のすりおろしですね。ニンニクのと生姜のすりおろしと、長ネギの刻んだね、この薬味にだし醤油ですね。これでいただいていきたいと思います。じゃあいただきます。うまっ、うん、ボリュームすごい。自分で切ったんですけどもね。ではお酒ね、お酒はね、こういうの買ってきました。黒霧島の EX っていうのがあったんですよ。デリシャスペンタゴンとか書いてありますね。黒霧島 EX なんかいろいろ書いてあります、ね、気になる方はあの動画静止して読んでいただければと思います。ちょっとね、動画説明しながら長くなっちゃうんでね。これね、昨日本当はねカツのたたき食べようかなと思ったんですけども、焼酎ね買ってくるの忘れちゃったんで、急遽ねこれ焼酎買ってきて今日にね回したんです。あー、お箸が落ちる。よいしょ、ちょっと待ってね、お箸が落っこちゃうなんでね。黒霧島の EX ね、よいしょ。ではカツのたたきに黒霧島の EX ね、味でいただきます。どんなの。あー、飲みやすい。どんなんなってんだろう。なんかすごく飲みやすい感じしますね。うん、なんだろう、すごくな、癖がない感じ。あの芋焼酎の芋の香りはしっかりあるんですけども、なんか辛かったりとかそういうのがあんまりなくて飲みやすい感じですね。これいいですね。でもちょっとだけお高かったんですよね。普通の黒霧島の黒より200円くらい高いのかな。うん、飲んだことないんでね、せっかくなんで買ってきたんですよ。うん、おいしい。ではお次はね、いつもの野菜サラダね。もう結構動画の尺いってるな。何もまだあのカツのたたき一切れ食べただけなのに、ね、いつもの、野菜サラダね、自分で作ってるいつものやつね。またこれもちょっと全部いっぺんに食べちゃうと多そうなんで、これにねちょっと取り分けていただきたいと思います。よいしょ。ではこんな感じでね、取り分けたんで、いつものリケンさんの癖になるうま塩のドレッシングね、これで大さじ1杯あたり15キロカロリーなのかな。やっぱカロリーって紹介したことなかったかな。これ大さじ1杯あたりで15キロカロリーですね、うん、そんなカロリー高くないんでね。これリケンのあのこのノンオイルのドレッシングになりますね。これで、こちらはおろしのタレ、エバラさんのおろしのタレ、これはね、これは大さじ1杯あたり12キロカロリーですね。これもそんなカロリー高くないんで、今使いすぎるとねその分カロリー高くなるんで、ちょっとだけ、これはねもう風味付け程度にちょっとだけ使う感じでいつも食べてるんで、こうピント来たかな。トマトが下の方に入っちゃって、トマト食べたいんですけども、あ、いたいた。じゃあトマトからね、いただきます。
またいつもの生協さんのねサラダチキンが乗ってます。いただきます。今日もまたねおばから電話かかってきてね、なんかまたいろいろねやってほしいことあるからって言ってんで、柿の種買ってきてほしいって言われたんですよ。んでまあ行く途中にスーパー寄って柿の種買って持ってったら、老人ホームの施設の人に、柿の種ってピーナッツ入ってるじゃないですか、ピーナッツをほら気管に詰まらせると危ないんでダメだって言われちゃって、んーでしょうがなくってね、あの柿の種だけの 柿の種ありますよね、ピーナッツ入ってないやつ、あれまた買い直してね、また老人ホームまで持ってってね、もうね大変ですよね、もうそういうのはいろいろね細かくあってね。でも本当にね、あのちっちゃいピーナッツでも詰まらせると本当危ないんだね。うちの父なんか味噌ラーメンにコーン入れてたんですよ。入れますよね味噌ラーメンに、あのコーン、あのスイートコーンっていうか、あの缶詰とかに入ってるなってるコーン、あれね入れて味噌ラーメン作ってお昼ご飯ね出したら、コーンのあのちっちゃい粒気管に詰まらせちゃって、でも危うく死んじゃうとこだったんですよ。本当にもう顔がねもう紫色になっちゃって、もう空気もう吸えないから、んで救急車呼ぶかどうしようかって、もうどうもうもうすごいもうね大変で大慌てになっちゃって、でもなんとかね息できるようになってね、一命取り留めてなんとか大丈夫だったんですけどもね、あんなねちっちゃいでもやつでもねもう気管に詰まったらねほんと危ないんでね。この辺ね老人ホームとかだと気使いますよね。でまたこれね映ってますけども、あの柿の種買いに行ってね、柿の種のコーナーにこの激辛の柿の種あったから、これは自分用に買ったんですけどもねんで結局ピーナッツ入ってる普通の柿の種はうちのおばあが食べられないっていうことで、またそれ私が引き取って、今うちの母のねお仏壇じゃないですけどもね、ちょっとこう家とか飾ってるところにねお裾分けで今ねあげてるんですけどもね、じゃあ、これせっかくだからこれ食べてみましょうかね。激辛柿の種&ピーナッツの沖縄県産超激辛唐辛子赤鉢 100% 使用っていうことで、なんか相当辛いらしいんですよね。これハバネロの 3.4 倍カプサイシンが含まれてる超激辛唐辛子らしいんですよ。書いてありますけど裏にもね、でもちょっと全部読むと長いんで、気になる方はね動画静止して読んでいただければと思いますけども、ハバネロと赤鉢のこのねカプサイシンの含まれる量なんて書いてありますけども、断トツ多いんですよこれ。これねちょっとまあ使う量によるんでしょうけどもね、この唐辛子もちょっと相当辛いんじゃないかと思うんで、どうでしょうね、私激辛大好きな人なんで、よいしょ、開けますね、中
あ、見た目は普通ですよ。ほら激辛の柿の種ってすごいこう真っ赤っかだったり、唐辛子の粒がこうねコーティングされてるような感じになってたりするのあるじゃないですか。全然普通、見た目普通。こうですね、ほんと見た目普通の柿の種ですね、これほらね、こんなすごい真っ赤っかってわけでもないですし。じゃあちょっといただきます。ああ、うん、辛い辛い辛い、後から来ますね。あ、でも辛いもの好きな方だったら普通に食べれるかな。でもあんまりいっぺんに口に入れない方がいいかもしれない。うんうんうん、おいしい。ピーナッツと一緒に食べれば少しは辛さが和らぐのかな。まあ、結構辛いです。うん、下手に食べると喉に来る感じかな。舌も結構ピリピリしてますけども、いやでもね、そんなにね激辛でうわーってなるほどの辛さではないです。うん、辛いもの好きな方にはちょうどいいくらいかもしれないですね。うん、もっと辛くてもいいですよ。あ、じゃあウイスキー飲もうかな。柿の種にウイスキー合わせて。あ、でも後からじわじわ来る系の辛さかもしれない。これに、あ、これにウイスキー合わせたら結構辛さ来るかもしれない。ウイスキーの辛さと相乗効果でかなり辛くなるかもしれないですね。じゃあ今日はね、ジンビームもう手つけてあるんですけどもね、昨日足りなくなっちゃってウイスキーでも昨日ね動画撮った後にもう手つけちゃったんでね、ジンビームでは、これね激辛の柿の種に合わせてみたいと思います。あー、あー辛さがウイスキーの辛さと柿の種の辛さが合体するとかなり辛くなりますね。いい感じの辛さです。うん、うんうんうん、それでもまだね激辛でうわーってなるほどの辛さではないですけども、単品で食べてる時よりもウイスキーの辛さが加わった方がもう全然倍ぐらい辛くなりますね。うん、倍まではいかないかもしれないですけども、辛さの相乗効果みたいな感じで辛くなりますね。うん、いや動画の尺結構もういってるな。全然食べてないのに喋りすぎ。ではちょっとねポン酢をかけて、でからしをちょっとねこの辺に出しとこうかな。ところてんね、ところてんをいただきたいと思います。水切りしてきたんですけども、やっぱちょっとね水っぽいんでね、どうだろう。ところてんの季節になりますね。別に冬に食べてもいいんでしょうけどもね、やっぱりこう暖かい季節に食べたいね、夏場とかに食べたいですよね、ところてんは。じゃあちょっとねいただきます。うん、あ、おいしい。あ、からしが効いてる。あ、もうちょっとポン酢しっかり入れてもいいかな。ちょっと味が薄いかな、ね、こんな感じで。うん、うん、おいしい。あ、タケノコもあるのに
あ、もう動画の尺になるって本当にやばいな。うん。たけのこね。たけのこ、カツのたたきにたけのこいいんじゃないかと思ってね、合わせるのに。で、生協さんの、穂先たけのこ土佐煮、こちらね、37キロカロリーってなってますけど、ね、これね、まあ、まだ春先なんで、ね、たけのこの季節かなっていうことで、買ってきました。うん。カツオのお出汁が効いてて美味しい。うん。ちょっと急ぎでね、動画の尺がだいぶないんで。ではカツオのたたきもう一切れいこうかな。ちょっと大葉あるんで、せっかく大葉あるんで大葉を入れて、映ってるかな。で薬味のおネギにカツオのたたきね、また分厚いやつね、しっかりだし醤油つけて、あピンときましたね。で、生姜とニンニクのすりおろし、これもこんな厚みありますよ、ほら厚めに切ったんでね、これもすごいボリュームよ、このボリュームね、この厚みのボリューム、うわ、カツオのたたきってやっぱりボリュームあった方がうまいと思うんですけど、どうでしょうね、やっぱ厚めに切った方がね美味しいと思うんで、ねね、これね一切れまたいただいて、うん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 、おいしい。ではもう一回ね、黒霧島の EX こちらでいきたいと思います。ではあとはね、動画かアニメかなんか見ながらまたねゆっくり続きやっていきたいと思います。今日のね晩酌動画の方はねこの辺で締めさせていただいてね、今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日動画編集してアップしたいと思いますんで、よろしくお願いします。今日ちょっと長くなっちゃったな動画、うん、しゃべりすぎたかな、また、ね、まもうちょっとやっぱ短い方が見てる方いいのかもしれないですけどもね、じゃあちょっとね黒霧島 EX 飲んでね、うん、芋の香りもありつつ飲みやすい芋焼酎っていう感じかな、うん、では今日のね晩酌動画の方はこの辺で締めさせていただきたいと思います。